ムスカリさん64歳女性、高校の時から重度の統合失調症の68歳姉が5年間の入院から退院することになりました、うん、私の嫁ぎ先近くの誰も住んでいない実家に一人で住みたいと言いますが、うん、できるでしょうか、うん、もちろんできるだけの支援はするつもりです。できるかどうかはやってみないとわからないですね。それはね、でも私の経験から言うと意外とできるパターンと全然できないパターンの、まあ、どっちかに2つに分かれるということが多いですね。なのでやってみないとわからないというところが正しいです。大体においてですね、私の経験からも統合失調症でずっと何十年も入院してた、この人絶対一人暮らしとか無理だよねって言ってる人が退院して一人暮らしができてるというケースを今まで何回も見ていますね。なので統合失調症の人に限らないんですけど、メンタルの患者さんにおいては援助すればするほどはある種依存的になっていって、自分で何もしなくなると、やってあげますよっていうと何もしないで寝転がってずっと一日中寝転がってる患者さんとかいるんだけど、誰も手助けをしなくなると意外と自分でやりだしたりするというのが統合失調症の患者さんなんかでよくありますね。私が実際に体験した例では、お母さんと同居してて患者さんが50歳ぐらいだと、お母さんも70歳ぐらいに確かなってたと思うんだけど、お母さんが全部面倒見てあげてたのね、統合失調症のお子さんのね。私がもし死んだらこの子はどうなるんだろう、もし私が死んだらこの子はもう生きていけないっていう風に言ってて、私がその主治医の最中にそのお母さんがなんと亡くなられたんです。一人暮らしの50歳の中年の統合失調症の、今まで一人で生活したことがなかった人はどうなったんだろうって言ったら、普通に生活してましたね。どういうわけか、食事のサービスだけを受けて、あと週1回ぐらいヘルパーさんに入ってもらったりして、時々看護師さんが訪問看護でちょっと見に行ったりとか、いろいろサポートはしてたんですけども、おおむね家の中も綺麗でね、普通に生活していたということがあります。だから長年入院していた患者さんが退院すると一人暮らしはできないんじゃないのかっていうふうに常識的な感覚で言うと、皆さんそういうふうに思うし、家族もものすごく心配するんだけども、普通に生活してる人が意外と多いっていうのが私の経験ですね。なので最初から無理だっていうふうに決めつけないということと、あとそういうのようにサポートする資源っていうのが使えるはずなので、ヘルパーさんとかご飯を自分で作るっていうのは結構やっぱりハードルが高くなってしまうので、給食サービスを使うとか、あとヘルパーさん週1回ぐらい来てもらったら掃除とかいろいろと手伝ってくれるので入れるとか、あと訪問看護で実際そういうメンタル的な症状が大丈夫かどうかを定期的に見てもらうとか、もちろん通院もね続けていくわけで、そういったものをしておけば悪くなったとしてもかなり初期の段階でね、特に訪問看護とか入れとくと、初期の段階でなんか調子悪いんじゃないのっていうことがね早く気づきますので、そうなったらまた入院するということもできるので、やってみてダメそうだったら また入院っていうのもしょうがないかなと。逆に言うと今5年6年入院して退院できたっていうのは私はすごいことだと思うんですけどね、なかなか退院できないでずっと入院してる方がねいらっしゃるわけですから、ですからこのチャレンジというものをね慎重にやっていかなきゃいけないと思うけど、私はすごくいいことなんじゃないかなというふうに思います。患者さんの可能性を信じたいですけどね、私は結構うまくいく場合も多いです。ただサポートがないと本当に全然病院来なくなっちゃった、どうなってんのっていう風になって何ヶ月も放置されちゃったりすると、本当に悪くなってひどい状態になって入院するってことにもあるので、先ほど言ったようなサポートの資源っていうのを最大限活用しながら、定期的に見ながら、そして通院もちゃんと行きながらね、悪くないかどうかちゃんと見ながら、薬も飲んでるかどうか確認しながらやっていくと、まあまあ結構いける可能性もあるのでね、患者さんを信頼してほしいなと思います。